ニセコビレッジは、北海道アブタ郡ニセコ町にあるリゾート、ユーティルホテルズの子会社、ニセコアンヌプリの裾野に広がる、ニセコユナイテッドの一つ。スキー場、ゴルフ場、アクティビティ、宿泊施設、商業施設があり、当期は各リゾート間とクッチャン市街を結ぶシャトルバスを運行している。 ユーティルコーポレーションによるリゾート開発が進められており、リッツ・カールトンブランドのホテルが開業する予定となっている。営業期間は12月上旬から4月上旬まで。斜面構成は初級36%、中級32%、上級32%。コースリフトニセコビレッジゴルフコース、ワールドゴルフアワード2014.2015-2016。 日本国内ベストゴルフコース部門受賞。ニセコゴルフコースニセコビレッジからは、車で約20分離れた場所にある。アクティビティザグリーンリーフ、ニセコビレッジヒルトンニセコビレッジ、ワールドスキーアワード2013.20142015.2016、ジャパンベストスキーホテル部門最優秀賞受賞。カサラニセコビレッジタウンハウス伝統的な日本の、 長屋をモチーフとした8個からなる高級タウンハウス。ユーティルホテルズの新ブランド、カサラ第1号となる施設は、渋みというインスピレーションのもとに7つの主要原理を取り入れている。各タウンハウスは2階建て、6名までの宿泊が可能となっており、1000人のコンシェルジュが付く。スキーシーズン中は、宿泊する曜日によって、最低宿泊日数が決まっている。 また、タウンハウスの自由保有権の販売を行っている。スモールラグジュアリーホテルズ・オブ・ザ・ワールド加盟。日の出ヒルズ・ニセコビレッジ高級ホテルレジデンスであり、客室は79室ある。宿泊者専用の浴場を設けており、天然ナトリウムを多く含む温泉となっている。また、冬季は、スキー場からのスキーイン・スキーアウトが可能となっており、スキーバレーも備えている。 伝統的な日本の町屋の建築をコンセプトにした商業施設 JCD インターナショナルデザインアワード2015ベスト100入選ニセコビレッジスキーリゾートに関するカテゴリーニセコビレッジゴルフコースに関するカテゴリーヒルトニセコビレッジに関するカテゴリーありがとうございます